家をデザインするっていうことが結構こう暮らしをデザインすることと同義かなっていうところで、こんな形の家に住みたいとかっていうよりもどういう生活をされたいか、時間帯というかタイムスケジュールとかも皆さん人によって違うので、それによるスタイルといいますか、そういうのも結構変わってくると思いますので、それぞれのさりげない居場所みたいなのを作れるような形っていうのは、そういう話を聞きながらやってるつもりではあるんですけども、確かにうちの実家田んぼの関係だと思うんですけども、本当に種まきが終わったら、まあ、寿司とって食べたりですとか、稲刈り終わったらバーベキューしてるですとか、そういうようなイメージはすごくあったので、なんかやっぱ人が集まってのイベントごとっていうのは結構好きかなと、なんか安心感があったんですかね、人の気配が感じれるというか、多分ものづくりが好きだったんだなと思って、やっぱり作るんだったら大きいものを作りたいと思っていて、建築ってどちらかというと人の資産というか、なんか人生を預かってるような一番高い買い物なのでと思っていて、なんかそれをより良くできたらなというのはあったかもしれないです。事例集のところでキッチンのやつを入れてもらったお客さんがいるんですけども、まあ、そこの方のシンボルツリー1本入れてるんですけども、そこに自分たちの名前を入れてもらってるんですね。まあ営業担当誰誰とか、設計富岡みたいなとか、お客さんのこれからの人生のところに、なんかこう一部でもなんか自分の痕跡というか残せる、なんかそういうのはすごく嬉しかったりとかするので、そういうのは目標になってくるかなっていうのは、やっぱりお客さんの喜びとか、なんか笑顔ですとか、なんかまあお子さんとかはすごくこう笑いながらこう新しい心境で走ってるとかっていうのを見ると、結構やっぱモチベーションはすごく上がるので、そういうようなものの数を増やしていきたいかなっていうのはすごく思いますけど、ね。